皆さんこんにちは、セナです。今回は石垣島のホテルランキングで常に上位に入るトップ2ホテルに宿泊いたします。それぞれのホテルの本気レビューを実際に宿泊した様子とともにお届けいたします。では Let's go check it out。 宮古島から30分で着いたよ。石垣島です。皆さんこんにちは、セナです。私たちはですね、たった今石垣空港に到着をいたしました。なぜ石垣島に今回やってきたかと言いますと、前回出した沖縄本島で今泊まるべきホテル4選のガチレビューの動画がですね、すごく好評でありがたいことに、なのでその石垣島編をやろうと思って石垣島までやってまいりました。石垣にはスターバックスとかあるんですね。もう最高に嬉しいです。今回はですね、石垣島のリゾートホテル対決になりますね。っていうのも今回泊まって比べるホテルが2つありまして、1つがですね、ふさきビーチホテル&ヴィラズで、もう1つが ANA インターコンチネンタル石垣リゾートです。今回はですね、なんでこんなにすぐにホテルを発表したのかと言いますと、私たち結構ですね、石垣島何度も来ていて、いろんなホテルに泊まってきたんですけど、この2つのホテルがですね、見た目といい、設備といい、サービスといいね、ここの2つが石垣では2大巨頭といいますか、ダントツでこの2つのホテルがいいわけです。こう頭1個抜けてる感じ。実際調べてみると、いろんな口コミサイト見てもこの2つのホテルがね、1位2位って必ずトップ2に入ってるんです。なのでね、石垣島で泊まってほしいリゾートホテルといえば絶対にこの2つなわけです。ではホテルに行きたいんですけど、その前にレンタカーをしたいので、レンタカー屋さんのシャトルバスに乗ってレンタカー屋さんまで行きたいと思います。スカイレンタカーさんに今回はお世話になります。着きました、レンタカー屋さんでございます。本当空港からほんの5分ぐらいで到着しました。毎回毎回これはお伝えしてるんですけど、国内でのレンタカーのお得な予約方法は本当にもう一択でして、じゃらんレンタカーでございます。もういい加減またかよって思うかもしれないんですけど、これは本当そうなので、何度でも皆様にお伝えしたいと思います。じゃらんレンタカークーポンっていう風に検索していただければ、割引クーポンがバーって出てきて、そのクーポンを使って予約するとかなり安くなりますので、レンタカーは皆さんじゃらんレンタカーですよ。かわいいね。してるんだ。ホテルに行く前に浜取崎展望台、あの先に見える赤い屋根のところ、まあ、そこが展望台になってるんですけど、ちょっとここに立ち寄って、天気もいいので海を眺めにやってまいりました。綺麗ですね。ちょっとホテルに行く前にこういろいろとホテルがあると、まあ、今回の石垣島みたいに有名どころのホテルがいくつかありますと、ホテル選びってすごく悩むと思うんですよね。限られた時間の中での旅行でどんなホテルに泊まるかってすごく大事な要素になってくると思うんです。特にリゾートホテルに泊まろうと思うとね、今回の場合はふさきと ANA のインターコンチネンタルに泊まるわけなんですけれども、ここでホテル選びのポイントっていうのを少しちょっと簡単にお話ししたいなと思います。口コミサイトとか見てるとですね、ふさきはどのサイトでも大体いつも1位にランク入りしてるんですよ。なのでやっぱふさきがかなり優勢かなって思います。一方でですね、 ANA インターコンチの方は2020年7月にですね、大幅なリニューアルをいたしまして、リニューアルした姿で対抗してきているわけです。先に ANA インターコンチネンタルの中でも最上級クラスっていうのがクラブインターコンチネンタルっていうんですけれども、なんとここ石垣島の ANA ではですね、日本で初めて建物1棟丸ごとクラブルームにしてしまうというクラブカテゴリーだけの客室棟が誕生したことで話題となっております。今回はね、なので私たちもそんなクラブインターコンチネンタルに宿泊してレビューをしていきたいと思っております。楽しみですね。ちなみにですね、ふさきも2022年6月に新しくですね、ヴィラ客室を新設いたしまして、ただね、今回私たちはそちらのヴィラには宿泊はしないので、ちょっと見せてもらえませんかっていう風には聞いてみようかなと思います。そんな感じでですね、石垣島のランキングトップ2を独占しているこちらのホテル2つなんですけれども、どっちに泊まっても間違いはないと思うんです。まあ、ただそこはね、実際両方のホテルに泊まってみて比べてみて、それぞれ
ぞれのいいところであったり悪いところであったり、コスパもね徹底的にレビューをしていきたいと思っています。この夏ね石垣島行きたいな、でもどこ泊まろうかなと思っている方々のお役に必ず立てる情報かと思います。早速一つ目のホテル行ってみましょうか。では今回も Let's go check it out。 最初のホテルはこちらです。じゃん、草木ビーチホテル&ヴィラッジです。こちらのホテルとにかくどこの口コミサイトでもランクがとっても高い、てかもう上位にいつも入ってるホテルで、ほぼ1位だよ。どこの口コミサイトでもほぼどこでも1位にランク入りしている、こちらですね四つ星ホテルでございまして、 Google 評価は 4.3 です。レビューの数はなんと2500件、結構多いですね。でまあランクですよ、いきますよ。一級石垣島ホテルランキング1位、ギャランユーザーが選んだホテル1位、トリップアドバイザー石垣島ホテル口コミ1位、そして JTB おすすめ石垣ホテルでは3位に入ってます。ほとんど1位、すごいですね。早速行ってみましょう。早速中行ってみましょう。まずこの入り口でして、大きな自動ドアがまずテンションが上がります。入るとね、どうですかこの空間、広々とした、とにかくテンションの上がるロビーなんです。入った瞬間開放感あふれる素敵なロビーです。左側にチェックインカウンターが並んでおりまして、右側にはですねドリンクをいただけるバーがございます。入り口の正面真向かいにもう一つこの大きな自動ドアがありまして、出るとプールへの入り口でございます。とにかくねここは雰囲気がいいんですよ。あと広いでしょ、南国感満載のさ、植物とかお花とかたくさん咲いてて、でこういうねビラがね全部オレンジの屋根なので、こういう沖縄感が満載なんですよ。正面にプールがあって屋外バーがあります。ここのもう一つの最大の特徴は海外のリゾートっぽいんです、雰囲気がすごく。こっち側にプールです。なかなか行けてるプールなんですよ。3段になってて、一番奥にはもうリンクの大好きな愛するキッズプールエリアがあります。なんとビーチにも直結、目の前には広いビーチがございます。外来のお客様も利用できます。子連れのファミリーが本当に多いですね、にぎわってます。あのでっかいキッズプールあるからね。こちらも後でリクちゃんと一緒に遊びに行きたいと思います。こんなに敷地があるんですね、広い、横に広いんですね。この真ん中にプールのゾーンがあって、その両側にビラや部屋が並んでる形になってます。ウェルカムドリンクをお部屋ができるまでいただけるそうなので、一杯もらっちゃおうと思います。今回はガーデンテラスのお部屋に宿泊をいたします。結構広い、ツインのベッドがございまして、その向かいにはなんとこの和スペースがあるんですよ。フローリングと畳が合体してる感じになっていて、おしゃれで子連れにはかなりもってこいのお部屋です。ちなみにリンちゃん用にベビーベッドも用意していただきました。でここのおしゃれなシースルーの壁の先にはですね、スーツケースとか広げる場所、あとハンガーかけられるところとか、飲み物のポットの置いてあると思います。お風呂ですね、結構広くてね、私好き、綺麗なんですよ。せっかく来たら大浴場使わない、まあ、そう、でも大浴場があるからね、そっちを利用するかと思いますが、まあシンクはこんな感じ。ちなみにもう一室取ってて、スタンダードビラの方のお部屋も取ってたんですけど、全然ダメだったね。結構古い感じで狭いし、テンションが上がらない感じの部屋だったので、そっちはおすすめしません。なので最低ガーデンテラスランクのお部屋を予約することをおすすめします。じゃーん、プールでございます。かなり賑わってます。お子さんもたくさん、かなりおしゃれでイケてるプールです。こっち側にはビーチがございます。楽しんでいきましょう。キッズプールゾーンがあります。こんな感じ、もう陸がねこっから離れないんですよ。もう子供はずっと一日中ここで遊んでます。かなり楽しそうです。大人もちょっと楽しめる気がする。レンタルできます。気持ちいいです。気持ちいいお水が全然冷たくない、ちょうどいいです。真四角のプールなんですよ。それがね3つの判断に分かれてるんです。景色が綺麗、海も見えるしね。透明度チェックするご覧ください、この透明度全部自由に空いてれば使えて、あと屋根がついてるのは全部有料です。あとバスタオルはクレバーがある方に
全部用意してあります。ビーチではマリンアクティビティもたくさんあるので、後でちょっとメニュー紹介しようと思います。ディナーの時間でございます。ロビーと同じ建物内にあるザ・ゴールドキッチンっていうところにご飯を食べに行きます。ビュッフェスタイルのレストランです。2階にあります。レッツゴー。お、すごい人だね。早速こんなに広いんですよ。ここ全部メインのご飯です。おいしそう。さらに奥にもシーフードゾーンとかフォーを作れるゾーンとかもあって、とにかく種類が豊富です。こんな感じで前菜だけでも一皿埋まってしまうぐらいいろいろと種類があって乗り切りません。なんと離乳食も用意してあってですね、こういうパックの離乳食なんですけど、それをね温めてくれるのでベイビーがいても安心でございます。朝からモリモリと食べていきたいと思います。朝ごはんは朝6時半から、最終入店が朝10時までになってます。カレーですか。朝からいいですね。あの後ろにキッズセクションがあるんですね。ハンバーグとかエビフライとかポテトとかが置いてあります。雰囲気もすごくよくって、広いしおしゃれだし、ペース配分して取らないと全部食べきれない。何よりやっぱ種類が多いのがいいよね。本当に多いので、ホットステーションはエッグコーナーだけありました。バクの平均よりちょっと美味しい選手たちの種類がめっちゃいっぱいあるみたいな。アベレージヒッターがいっぱいいる、ホームランバッターはいないみたいな。そうだ、朝食込みのプランで予約をしてるので毎朝朝食はいただけます。で、2カ所あるんだよね。そう、ここは洋食が多めのスタイルになってます。もう1個が和食が多めのビュッフェになってまして、向こうにはないメニューがいくつかありました。海鮮丼があったり、蒸し豆腐があったり、沖縄そばもありましたね。一個一個のお味も美味しいです。ただ種類はね、洋食の方のレストランの方が多いので、こっちの方がちょっと気軽に来れる感じの雰囲気です。中が紅芋です。はい、そしてコーヒー持って帰れます。嬉しい。ごちそうさまでした。美味しかったです。満足。ザ・ボールドキッチンの横にはギフトショップがございまして、ここで売ってるもの本当全部可愛いんですよ。お洋服もあるしね。可愛いんですけど、何これ、売店みたいになってますね。ジュースとか飲み物、お菓子も、お酒も売ってます。お土産とかもベビーセクションもあって、すごい。今からチェックインします。あ、今のがベイビングの方なんですね。はい、では次のホテルに到着しました。こちらです。クラブインターコンチュネンタルです。で、ここはですね、 ANA インターコンチュネンタルホテルのクラスが分かれていて、オーシャンフロントっていうのが一番ローランク、中ランクがベイフロントのランクで、この一番上のランクがここクラブインターコンチネンタルなんです。前回沖縄本島の ANA インターコンチネンタルでクラブラウンジを利用した時は、メインのホテルにこうクラブラウンジが別にくっついてる感じだったんですけど、ここはなんと1棟丸々建物全部がクラブ棟になってるわけなんです。客室もプールもラウンジもカフェも全部クラブ仕様になってるわけなんです。高級感満載のホテルなわけですね。じゃん、エントランスです。その前にラウンジが早速ございます。クラブインターコンチネンタル宿泊者しか入れないプールがございます。
ここのホテルはですね、5つ星ホテルでして、クラブインターコンチネンタルに限らず、この ANA インターコンチネンタルのホテル全体が5つ星ホテルでございます。 Google 評価は4.3、 口コミの数は1970件ございます。でね、ここもランキングが必ず上位に入ってくるホテルでして、一休石垣島ホテルランキング2位、じゃらんユーザーが選んだホテルも2位、トリップアドバイザーの石垣島ホテルの口コミで3位、 JTB おすすめ石垣ホテルではなんと1位にランク付けされているホテルでございます。どうですか、1位から3位を全部独占しているホテルなんですね。ふさぎと ANA インターコンチネンタルがもう上位を全部独占しているんです、石垣島のリゾートホテルランキングでは。だからそのふさぎとも比較なんかもしていけたらなって思います。こんな感じでずらりと朝食から夕飯の時間までの数々のサービスがラウンジでございますので、ゆっくりと堪能していきたいと思います。忙しくなりそう。ウェルカムドリンクはハイビスカスソーダです。綺麗な色、うわー美味しい、爽やか。ウェルカムソーダ、そんなことある、どうやっていただけるそうです。初めてかも、ホテルでウェルカムソーダ嬉しいね。お部屋行きます。ベビーカーも借りれました。空いてないと借りれないので予約した方がいいと思います。おー、あーすごーい、お部屋でございます。オーシャンビューだよ、しっかり。おー、外にさソファーがあるんだね。プールも見えるし、すごい素敵なビューです。ゴルフ場だからすごく芝が綺麗だし、高さがあるベッドかっこいいね。やっぱりね、壁も素敵ですね。高級感が漂うお部屋です。下もこうラグがね引いてあって、カーペットみたいになってるし、これなかなかないよね、こういう大きなソファーがあるお部屋、うん、いいですね。オープンシンク、両面鏡になってるから、こっちはこう全身鏡として使えるし、おおすごい、鏡電気ついた。素敵なシンクだねダイソンだよ、うちと一緒。ダイソン、うちと一緒です。ここにはアメニティも、子供用の歯ブラシも置いてくれて、部屋にないものは電話すれば持ってきてくれるそうです。お風呂広い、大浴場とかはないみたいなので、お風呂はお部屋で。すごい、なかなか丸見えになるんだね。あ、でもここちゃんと仕切れます。皆さんちゃんと仕切れるようになってるよそんな感じでバスルームを個室化できます。トイレはここ、とても清潔感と高級感あふれる素敵なお部屋でございます。Enjoy! 2時半からアフタヌーンティーのサービスがあるので、早速行ってみたいと思うんですけれども、場所がですね、こうエントランス入って目の前にチェックインとかするラウンジがあって、すぐ隣にもうほんとつながってる感じでカフェがございます。こちらです。大きな窓があってかなり開放感のある素敵な空間です。楽しみだね。時間がですね、午後の2時半から4時半までアフタヌーンティーはいただけて、ファストオーダーは午後4時20分になってます。こんな感じでメニューがあります。 TWG コーヒーとかカカオ、ソフトドリンク、たくさん種類があります。カプチーノを頼みました。食器が可愛いです。素敵、ロンドンケーキ来ましたよ。下にセイボリー、サンドイッチとかしょっぱい系があって、真ん中にスコーンがあって、上にケーキがございます。結構島の食材、紅芋とかパッションフルーツとか島豆腐とか使った食べ物ばかりで、ならでは感もあるのでいいですね。テンション上がります。またお皿がね、あってて可愛らしいです。お上品。ミニブドウがね、シマツナを使ってるって言ってました。美味しいね、幸せ。ヨット型なんです。これはサンダルの形してます。本当にどれも美味しいです。甘さがねちょうどいいんですよ。ちなみにこれ驚きだったんですけど、なんとこのクラブインターコンチネンタルラウンジの利用ですね、一部屋につき一人だけ無料でご招待ができるんです。親戚とかお友達とか一人呼べるわけですね。このアフタヌーンティーとかイブニングカクテルとか朝食とかを一緒にその人も無料で楽しめるわけなんですよ。すごくないですか。昨日までね、リクのおばあちゃんが一緒に来てたので、誘えばよかったなと後悔してます。もったいなかった。イブニングカクテルの時間です。
ベイウィング側にあるサルティーダっていうレストランに来てます。このサルティーダでのビュッフェ付きのワイン、ビール、ソフトドリンクの飲み放題のイブニングカクテルのサービスなんですけど、これはクラブラウンジアクセスがある方で、なおかつ12歳以下のお子様がいる方しか利用ができないサービスでございます。で、クラブラウンジアクセスのある方で12歳以下のお子様がいらっしゃらない方は、向こうのクラブインターコンチネンタルの方の会場でしかイブニングカクテルはお楽しみいただけません。で、ここはレストランなのでアラカルトメニューもあります。こんな感じでね、このアラカルトメニューメインを1個選んで、それにハーフビュッフェがついてくる、この8500円のこのプランは、どこの塔に泊まってる方でもお子様がいようがいなかろうが利用できるメニューとなってます。この下のアラカルトもね、全部頼めます。ビュッフェすごい。これはもう普通に夜ご飯です。なんかカクテルタイムとかじゃない、もう本格的なご飯がありすぎて、シーフードのところもあるし、お肉のゾーンもあるし、デザートもたくさん置いてあるし、もうこんな感じで私はもうお腹いっぱいとか言ってたのに、もりもりと取ってきてしまいました。美味しそうでしょ。いい香りが漂ってるわけですよ。キッズメニューなんかもあって、コーンスープ、ポテト、ビーフストロガノフとバターライスの中から選ぶことができます。リクはビーフストロガノフを頼んだんですけど、これもまたかなり本格的で美味しそうです。雰囲気もかなりいいですし、これはなかなかイケてますよ。クラブラウンジの方の会場を見に行ったんですけど、あっちはほんとすごい大人な雰囲気、おしゃれなおつまみみたいなのが数個置いてあって、で、正直こっちの方が絶対いいと思う。同じ飲み放題、同じ食べ放題なのに、こっちは本当本格的なお食事をいただけちゃうので、こっちの方が絶対にお得だと思います。とっても美味しいです。デザートもみんなたくさん種類があります。なんか健康食品を盛り込んでるスイーツも割と多くて、ユーグレナのチンスコーとか、ウコンとパパイヤのマドレーヌとか、スイーツのクオリティかなり高いと思います。特にチョコレート系の焼き菓子、ケーキとかすごく濃厚でリッチな感じで美味しかったです。クッキー系も美味しかった。超お腹いっぱいです。大満足です。すっかり外も暗くなりました。なんとプールがとっても綺麗です。ライトアップされてかなりイケてる感じの雰囲気になってます。ナイトプールも夜10時までやってるそうなので、今から食後の運動も兼ねてプールに遊びに行きたいと思います。ナイトプールです。イエーイ、レッツゴーシェイクイットアウトベイビー。そうナイス。素敵すぎて海外感がちょっとある。テンション上がりますね。ちゃんとバスタオルも借りられるのでゲットしていきましょう。リクのもらってこう。気持ちいいね。寒いのかと思ったらぬるい。浮き輪が無料で借りられるという素晴らしいシステムが。お風用の浮き輪ってなかなかね、レンタルできるとこ少ないんですよ。通じですか。おはようございます。朝ごはんです。クラブラウンジの朝食をいただきたいと思います。朝食は朝6時半から10時半までやってて、なんと4つのレストランから好きなところを選べるんですね。1個がここクラブインターコンチネンタルラウンジ、もう1つが昨日イブニングカクテルをいただいたサルティーダ、ビュッフェ形式のレストランですね。もう1つが和食のレストラン八重山っていうオーシャンウィングにあるレストランで、最後にサンコーストカフェっていう、これもオーシャンウィングにあるレストランです。この4つから選ぶことができます。せっかくねクラブラウンジ利用ができるプランなので、ラウンジの朝食を今日は楽しみたいと思います。サラダとかフルーツとかパンの取れるハーフビュッフェがあって、それプラス麺を選ぶ形となっております。なんかね、このムチブスイ畑か、大きい2人分用ぐらいのサラダ、一番上に大々的に乗ってておすすめなんじゃないかと思ってるんですけど、頼まなかった、足りなかった、頼む、すごい気になってる。で、サイドディッシュも9種類あって、こっから選ぶことができます。好きなだけ好きなものを選ぶことができます。一番いいパターンのやつ、出来立てが出てくるからね。本日のモーニングスペシャル、フリットを頼んでみました。和朝食、これかなり美味しそう。これはね、1個は頼むべきだと思う。これ、この豪華
さん、お魚はね、日替わりで変わるみたいです。今日はメカジキの照り焼きでした。で、ご飯がね、ジューシー白米炊き込みご飯から選ぶことができます。このさ、スープの量すごくないですか。この丼みたいなのに豚汁かな、これすごいに入ってるんですよ。すごいね、柔らかいね、メカジキ。おいしい、ジューシー、奥深い味。これはやばいわ、たまらない。優しいね、やっぱ和食はいいね。エッグベネディクト、アメリカンにしてみたけど超かわいいの。見てこれ、オブジェみたい。サラダも取ってきたよ。ブリトーも美味しいです。程よいサイズですね、巨大とかじゃないので。いろいろとちょっとずつつまみながら食べれるし、シェアするといいかもしれないですね。いろいろ頼んで本当に来ましたよ。ちっちゃいね、意外とね。なんかクロワッサン生地らしいからすごい美味しいと思います。新感覚ワッフルだ。デニッシュみたい。外がパリッパリで中がもちもち、香ばしい香りがしてすごく美味しいです。生クリームともよく合う。なかなか深い、まっすぐ立っても私のこれぐらいのところまでお水があります。子供はこういう浮き輪借りれるので、子供はたれつけて入れてあげてください。こちらはインフィニティプールになってますね。意外と距離あるかも、まっすぐ泳いでったら。B 側のプールに行こうと思います。こうやって外でつながってて水着のまま移動できるという。お、もう着いた。ほぼ隣に B の方のプールがあるので楽ちんすぐ行けちゃいます。あそこがクラブプールで、こっちが B の方のプールです。このパラソルとかがあるところ。着いた。こう見るとまた景色が変わるじゃん。入りましょう。お湯、お湯、お湯、お風呂。あったかいよ、これ超気持ちいいよ。もうここに入れればいいや。どうですか。クラブインターコンチネンタルのステイはこれにて終了です。2泊目はベイウィングの方に宿泊をしに行きます。向こうに行ったらもう二度とこっちには帰ってこれません。さようなら、クラブラウンジ。もう戻ることのできないこの先の空間。あ、戻ればね。このクラブ棟と比較をしていきたいと思います。ベイウィングは3つクラスがあるうちの真ん中のクラスになります。というわけでお部屋も移動するのでチェックインをしたいと思います。今ベイウィングの方のロビーに歩いて移動しているところです。到着。こちらがですね、ベイウィングのロビーでございます。こんな感じですごく開放的で明るいロビーとなっておりますね。あと、あのサンゴの形をした丸い電気がすごく特徴的で可愛いと思います。あれなんですよ、ほら、プールが見えます。お部屋入ってみましょう。ゆっちー、クラブ棟の部屋と変わらない。ほぼ変わんないね。ビューが違うね。海もバーって見えるし、これ夜すごい綺麗だと思います。ね、値段差はさ、サービス面の差なのかもしれない、もしかしたら。じゃん、パレットっていうカフェがベイウィング側にはありまして、まず手前側におしゃれな雑貨を売ってて、奥側がカフェになってるんですけど、美味しそうなの。クロワッサンとかこんなサイズだし、フォカッチャとか美味しそうです。サンドイッチとかもあるんですけど、なんかデリっぽい感じなんですよね。すごく広くておしゃれ。あ、ジェラートってこれじゃない？芝野さんっていう世界ジェラート大会で優勝した方が作ってるジェラートをここでいただけるそうなんです。朝9時から開いてて、ケーキセットが朝10時からいただけるそうです。ジェラートは絶対食べに来ないと。コンセントとかあるから仕事できます。買いましたよ。5種類ぐらい日替わりで毎日置いてる味は変わるんですけど、今日選んだのはこのダークチョコレートとマンゴーバナナ、島のフルーツを使ったジェラートです。1種類、2種類、3種類から選べて、2種類カップに入れてもらうので1000円です。1000円って何？せっかくなので2種類にしてみました。世界チャンピオンですよ。つまり世界一のジェラートを食べられるということ。すごい滑らか、余計な食感が何もない。うん、美味しい。甘いね。うん、美味しい。奥深い、リッチなチョコレートそのまま食べてるみたい。チョコかなり美味しいです。今からちょっと仕事します。デイウィング2日目の朝です。朝ごはんを食べに行きます。朝食会場はサルティーダっていうベイウィングの1階にあるレストランなんですが、クラブラウンジ利用の時にイブニングカクテルをした会場と同じレストランです。やばい、大好きなベーグルがある。プールが見えてなかなかいい景色の席です。なんか品数はそんなに多く
ないかも。デザートの種類すごい多かったの。瓶に入ってるやつずらーって並んでて、あとパンもすごい結構多かったと思います。パンも強そうだったね。ホットステーションで中華粥と八重山そばとマグロ丼とお味噌汁を注文できます。 X ステーションはなくって、席に着いた時にメニューを渡されて、そこから選んでアラカルトで作ってくれるという感じですね。私はオムレツにしました。エッグベネディクトはね、ビュッフェで並んでるので自由に取って食べれます。さすが、美味しい。すごいスープが濃厚で美味しいです。おかゆは上にいろいろ具材を自分で乗せられます。パクチーとかおネギとかザーサイとか、なんかいろいろ入れちゃったからおかしなことになってるけど、それでも美味しいです。マグロ丼はね、やっぱり海鮮は北海道に食べに行きましょう。赤味噌のお味噌汁、海藻が入ってます。昨日のクラブラウンジの朝食で、和定食で食べた豚汁はもうめちゃくちゃ美味しかったので、やっぱそれに比べちゃうとね、ビュッフェのは昨日のスープほどは美味しくないけど、ホットステーションの中だったら絶対にお蕎麦がおすすめです。オムレツも美味しかった。はい、では ANA インターコンチネンタル石垣リゾートと久喜ビーチホテル&ビラズに宿泊をいたしました。ここでね、また恒例のそれぞれのホテルのいいところと悪いところ、あとランキングの発表をしていきたいと思うんですけれども、その前にお値段をねお伝えしたいと思います。今回私たちはですね、合計8泊したんですけれども、 ANA と久喜両方含んだ8泊の総額のお値段ですね。今回私たちはですね、沖縄版 GoTo 割引県民割を使っておりますので、8泊合計の実質価格は95,800円でございました。大人2名の朝食付きのプランの合計です。詳細はよいしょじゃん、こんな感じなんですけれども、この6月のね、梅雨の時期っていうのはそもそも価格は安い方なんですけれども、それでもね、 ANA のクラブラウンジの週末の価格があまりにも高かったので、 ANA のステイは平日に入れ込んでます。またポイントとしてはですね、あの旅行代理店で8泊分予約を全てしておりますので、割引額上限いっぱいまで無駄なく割引を活かせていることになっております。この細かい GoTo の割引の裏技とかお得な使い方に関しては、この後ヨン君に説明をしていただこうと思います。やっぱりね、この GoTo トラベル県民割の割引力といいますか、これ使うと本当に安くなるので、宿泊費がとにかくすごいので、この後の解説もぜひ聞いて、皆様も上手に GoTo 割引を活用してください。では早速それぞれのホテルのいいところと悪いところ、総評ですね。で、結局どっちのホテルの方が私たちはおすすめなのか、ここからお話ししていきたいと思います。ではまずですね、 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートのいいところ、新しい棟が2つございまして、 B ウィングとクラブ棟、この2棟はですね、まだできてから2年経ってないすごく新しい棟なんです。なのでね、やっぱりとっても綺麗なんです。なおかつ高級感もすごくあります。何もかもが整ってる感じですね。お部屋もなのでもちろんとても綺麗ですし、すごく広いんですよね、お部屋が。何よりですね、やっぱクラブラウンジなんですよ。クラブラウンジのサービス、食事、設備、全部やっぱりあって圧倒的なクオリティの高さがありました。これぞ5つ星っていうレベルがしっかりと感じられました。全てにおいて文句はないです。とにかく上質なサービスを求める方は、ぜひクラブ棟の方に宿泊をしていただきたいなと思います。もう絶対値で言うと、ANA さんは実質石垣島ではナンバーワンだと思います。クオリティがね。あと、ベイウィングの方はナイトプールをやっていて、すごく雰囲気が良くて、火とかたかれてたりして、お部屋のベランダからね、上からこう、見るのもすごく綺麗なので、その辺はね楽しめると思います。逆に悪いところですね、あまりにも整いすぎてて高級感が漂いすぎていて、そのアットホーム感っていうのは、ちょっとなかなか感じにくいホテルだなと思います。そわそわしちゃう感じで、もう一つはもうね、やっぱりね、とにかく高いんですよ、値段が。これはねシーズンにもよるんですけど、ベイの方だとだいたい1泊7万円ぐらい、クラブの方はだいたい1泊10万円以上はするんですよね。そのお値段を考えるとコスパはちょっと悪いなと思います。ホ
本島にある恩納村近辺にある万座にある ANA インターコンチネンタルのクラブラウンジに比べても、今回泊まったフサキに比べてもやっぱり高いなと感じますね。私たちの感覚だとクラブルームで1泊6万ぐらい、ベイルームだとまあ3万円ぐらいが妥当なんじゃないかなと思います。それぐらいで泊まるのであれば、もうかなりいいのではないかと思いますね。絶対泊まりたいって思います。あとはお食事ですね。ベイウィングにある方のレストランでのビュッフェを楽しめるんですけれども、品数が結構少なくって、 あとさっきナイトプールの話したんですけど、夜はすごく素敵なんですけどね、もう一個ね、ベイの下にオーシャンウィングっていう塔があって、これが一番古い塔なんですけど、このオーシャンとベイのプールは昼間見るとね、古さが目立つというか、ちょっとチャチク見えたんですよ。クラブ島の方の専用プールは昼も夜もとても素敵でした。ここのホテルをどなたにおすすめするかって聞かれると、まあ、値段も気にしない、値段はいくらでもいいから、とにかく質の高いサービスを受けたい方におすすめするホテルです。でもし泊まるのであれば、ならやっぱりクラブ島に泊まっていただきたいなと思います。アフタヌーンティーとかイブニングカクテルもつくのでね、でラウンジも利用し放題、ドリンク飲み放題なので、ぜひクラブ島を利用してみてください。値段を気にしない方ですよ。はい、じゃあ次フサキです。いいところ、もうとにかく雰囲気です。もうね、海外にいる気分になります。プールのとこはすっごいかっこよくできてて、でこのビラの並びのところは本当もう沖縄の街中歩いてる、もっと竹富島歩いてるみたいな雰囲気作りがすごくうまくできてるホテルなんです。外の世界とは本当に全く別世界がしっかりと作り上げられてますね。でホテルもビーチと直結してますし、マリンアクティビティ、シュノーケルとかボートツアーとか、まあ、いろいろあるんですけど、アクティビティのお値段も ANA より全然安いです。キッズウォーターパーク、子供は大喜びですよ。でね、夜はちゃんとナイトプールになって、子供は入れないのでそこだけはご注意ください。大浴場もあって、私たちはもう毎晩利用したので、すごくそこはいい点だなと思います。あのディナーブッフェ、とにかく種類がすっごい多いんですよ、品数が。でもう何よりここのホテルの一番の魅力はコスパです。もうズバ抜けてます。石垣島に限らず、もう沖縄の中でズバ抜けてると思う。値段はもちろんシーズンによって変動はするんですけれども、1泊2万5000円から3万円であれば、これはもうお買い得に間違いないですね。ただしお部屋はガーデンテラス以上のランクのものを予約することをおすすめします。で次、悪いところなんですけれども、ガーデンビラのお部屋です。いろんなお部屋、私たちふさきで何度か来て泊まったことあるんですけど、初めてふさきでがっかりした。なんか古いのかな、広くもない、狭いですし、雰囲気もちょっと暗い、なんかねテンションが上がらなかったっていうか、ここはおすすめしないです。でしかもそのガーデンテラス、なかなかいい感じのお部屋があるんですけど、そことお値段がしかもあんまり変わらないんですよ。なので絶対にガーデンテラスレベル以上のお部屋に泊まることをおすすめします。正直運命の差です。もう一個悪いところは、いつもそうなのか分かんないんですけど、今回私たちが泊まった時、ま、結構混んでたんですけど、チェックインチェックアウトの時間になると、とにかくね人があふれかえるんですよ。もう長蛇の列とかできちゃって、カウンターのところに。でそうなってくるとスタッフが足りてないのか、オペレーションがねてんやわんやし始めるんですよ。多分チェックインチェックアウトに今1時間ぐらいはかかるし、あとプールサイドのテイクアウトのカフェみたいなのがあるんですけど、そこもなんかご飯できるのに30分とか待たされたり、それなのにご飯は冷めてたり、なぜか私の買ったラテとかコップ半分までしか量が入ってなくて、あれみたいな。お値段もそんな安くないのに。あ、でもフライドチキンとナチョスはすごい美味しかったです。であとね、そうもう一個、ホテルの作りがすっごい横長なんですよ。お部屋によってはフロントとか給水器とか、あと大浴場、あとプールですねに行く道のりがめちゃくちゃ遠くなっちゃいます。まあ、なので部屋によってはそこら辺がちょっと不便に感じることもあるのかなと思います。サービスレベルは中の中って感じかな。四つ星ホテルなんですけど、ここ普通にいいサービス、サプライズとかこう期待を上回ったサービスっていうのはないです。これはね余談っていうかおまけなんですけど、ホテル内のね自販機にお茶を買いに行ったらトマトジュースが出てきたとか、そういうなんかちょっとしたことハプニングとかもあり得るホテルです。このホテルはどの層の方々にもおすすめします。ただね、いつ来てもファミリー層が多いですね。ナイトプールは年齢制限もしてたりとかするんですけど、
すごい静かで落ち着いて高級感があふれるっていう雰囲気ではないので、子供が多いのはちょっとなって感じる方にはあまりおすすめしません。はい、というわけで私たちが一体どっちのホテルがおすすめなのか発表をしたいと思います。雰囲気、設備、内容、食事とコスパ、こちらすべて総合的に不先が私たちはやっぱりかなり良くておすすめです。石垣に来たらね、絶対不先がいいと思います。ランキングが高いのも本当に納得です。もし誰かに ANA と不先トップ2どっちに泊まるか迷ってるんだよねって言われたら、私はおそらくすぐに不先がいいよって答えると思います。インターコンチのクラブラウンジは本当にサービスの質が高くって非日常感っていうのはすごくあるんですけど、クラブラウンジの方と同じ値段で不先に3泊4泊できたとしたら、私たちは多分不先に来てしまうと思います。本当それぐらい不先がおすすめです。いかがでしたでしょうか。石垣島のもう圧倒的に人気なトップ2のリゾートホテルに泊まってそれぞれを比較してみました。石垣島のホテルを探している皆様の参考に少しでもなれば幸いです。私たちはですね、結果的にそのコスパの面とかも含めて不先推しという結果にはなりましたが、そもそもね、2つとも本当に素敵なホテルですので、どちらに泊まっても素敵な経験っていうのはできるに違いはありません。その中でも私たちが感じたいいところとか悪いところっていうのを今回正直にお伝えしたつもりですので、セナはこうやって言ってるけど、まあ、私はこっちのホテル派だなっていう風に感じていただいて、石垣島でのホテル選びの参考にしていただけたらなと思います。今回みたいなね、このホテル比較レビューってすごいお金がかかるんですよねもうなので私たちもそんなにたくさんできる企画ではないので、今回みたいなね、県民割とかそういうお得なね割引がある時期に別のホテルもまた紹介できたらなと思っております。また楽しみにしていてください。では今回もセナストリップティップスをご覧いただきありがとうございました。今回の動画役に立ったよと思った方はぜひいいねをよろしくお願いいたします。これからも一緒に旅を続けてくださる方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。 GoTo トラベル全国版および県民割のお得な使い方裏技一つ紹介します。はい、どうぞ。はい、それは安いホテルと高いホテルを両方泊まる場合、それぞれ予約するよりも代理店とかで一つの予約としてまとめてしまった方がお得になる場合があります。というのは簡単に言うと、安いホテルを泊まった時に使わなかった割引、宿泊費が安かったので補助上限いっぱいには達しませんでしたっていう割引の部分を高いホテルの割引に充当できるっていう裏技があります。例えば、まあ、我々4人家族の場合は1人5000円の補助上限額があるので4人で2万円まで割引がされます。ただ補助上限率 50% なので4万円以上の宿泊費でなければ2万円は割引されません。で、例えばこれが3万円のホテルに泊まった場合っていうのはその 50% なんで1万5000円までしか割引はされないので5000円割引せっかくあるのに使えなくて損しちゃいます。この時に高いホテル、例えば1泊8万円ぐらいの高いホテルを予約した時は1泊8万円の場合は補助上限額我々4人で2万円割引で6万円になるんですが、これがさっきの3万円のホテルと一緒に予約した場合、3万円のホテルで余った5千円の分もこの8万円の宿泊費の方に充当できるので8万円の宿泊費の方に2万5千円の割引が効いて結果的に5万5千円になるということが起きます。これなんで起きるかっていうと、一つの予約に対して補助上限額と補助率が決まってくるので、旅行代理店とかで予約をまとめれば複数のホテルの宿泊が一つの予約としてカウントされることが起きるので、こういった裏技が使えると。なので安いホテルで、あとはちょっとだけ贅沢したいなって言って高いホテルを混ぜ込むとか、そういった予約の場合にはそれぞれ別々に予約を取るよりも旅行代理店などでまとめてしまった方がお得になるケースがあります。ただし注意点が一つありまして、代理店を選ぶ際は慎重に代理店を決めましょう。というのも中には悪い旅行代理店います。今回僕も調べた中でそういうのに当たりました。めちゃくちゃ高いお値段で出してるところもあるので、
大体のそのホテルの相場というか、同じ日程で直接予約したらどれぐらいの価格がするんだろうっていうのは、事前にブッキングドットコムとかっていうサイトを使って調べておいて、まあ、多少高いのはしょうがないとしてもね、代理店を通しているので、まあ、あまりにも金額が違わないかとか、そういうのを自分でチェックしないと騙されちゃうので、代理店選びは慎重にしましょう。大きい有名な代理店だからといって、例えば JTB とかね、有名な代理店だからといって安心ってわけではないです。そういうところでも高いお値段出してる時があるので、そこは慎重に気をつけてください。以上でございます。泳いでんのこれ使えんのかこれここ別に使う、見せようと思って泳いでんじゃないんですけど、使いどころある。これ美味しいお魚、すんごい柔らかい。すごいお魚もジューシーだね今、ジューシーなお魚にジューシー。親父ギャグ以上でございます。はい、分かった。うん、もう一回やる。いらん、よくない、分かるでしょ。数字いっぱい出てきたかなと思って。数字いっぱい出てきた、処理できる。何を、ふむ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 ってなる。うん、難しいな、説明するって。